はいどうも、しろこりです。今回はこちらサークルオブスモーオンラインランブルをプレイしてみます。最大4人で遊べる見下ろし型スモーアクション。物理学に基づいており、マグマ、砂、ハッチなど他のスモー取り以外にも様々な障害が用意されているそうです。力士は8人の中から選ぶことができ、それぞれ異なる能力を持っているそうです。それでは早速プレイしていきましょう。せっかくなのでオンラインランブルやってみましょうか。プレイでいいのかな。まずはランダムですかね。どれも選べないので。おい。でステージも今はランダムしか選べませんね。1対1かフリーフォール。なるほど。これランク戦、ランクも表示されるんですね。とりあえず1対1でやってみましょうか。じゃあ今プレイヤー検索中かな。お、始まるぞ。マジ、ため攻撃ができるんですね。なんかパリーとかもあるらしい。おお。この土俵的なところから押し出すんですね。ためて。私が勝ってしもうた。こっから出ないようにね。おお、危ない。結構間合いの取り方とあれ、おい、危ねえ。おお、なんかすごいいい感じに勝ってる、いい感じに勝ってる。シフトがどうとか書いてあったな。あー、シフトはダッシュかな。ラン。ああ、勝てた。対戦ありがとうございました。めっちゃ実績ロック解除されてる。こうやってどんどんポイント、このね、お金を使って買い物ができるそうなんですよ。ここで課金もできるんですね。宝箱、この宝箱を開けることによって何が手に入るんだろう。とりあえずこのハロウィンボックス開けてみますか。これエモート、フランケンシュタインエモート手に入れました。こういうイベントもやってるんですね。そうなんだ。これ、1234登録しておけるんですね。なるほど。相撲取りとかアリーナも宝箱で解放されるみたいです。だから解放されるまではランダムでやっていくって感じなのかな。フレンドさんも誘って気軽に遊べるっぽいですね。これ無料でプレイすることができるので一緒にプレイできるフレンドさんがいる方はぜひぜひ一緒にやってみてください。これ4人対戦できないのかな。ランダム、ランダム、フリーフォールってなんだ。お、結構マッチングも早いかも。どっちもで、これが、ちょっと待って、私これか。ちょっと待って、私どれ。私赤ね、オッケー。おい。えい。くっ。おい。勝てた。パリーをみんなうまく使ってると見えますね。突っ込んじゃった。落ちちゃった。スペースでパリーかな。めっちゃ弾かれちゃった。弾かれちった。
使いどころが一度貯めるとこれキャンセルできるのかな、貯めチャージキャンセルできるのかな、下手に動かない方がいいな。あー危ねえ。あーあやー強いな、黄色の人強いな。なんで私そっち飛んでったんだなんでそっち飛んでったんだろう。おお、あ、避けるとかもあるし、あ、このステージなんだこれ。これ潰され、え、勝ったのこれ。さっきのステージ何だったんだろう。あー、やっちまった。結構みんないい勝負だな。おっと、うん、あー、車に持ってかれた車に持ってかれちゃった。あー、黄色の人あと1回で勝っちゃうな。5点選手、うん、うん、お、かー、強い。あー、攻めてくるな。おお、あー、めっちゃ押してくるな。お、うん、よっしゃ、オッケー、うん、あー、弾き飛ばされた。マジか。あー、緑の人勝ちか。ダメだった。あ、でも一応この参加賞的なのはもらえるんですね。へえ。はい、というわけでサークルオブスモーオンラインランブルプレイしてみました。1対1と4人でプレイするモードがあるみたいですね。無料プレイで遊べてフレンドさんを誘って遊ぶこともできるみたいです。こういったね、課金と、あとゲーム内通貨で買えるガチャ的な宝箱もあって、エモートを集めるのもなかなか楽しそうですね。うん。最大4人で遊ぶことができる、スモーアクションでした。結構気軽にフレンドさん誘って遊ぶことができると思うので、まあ、インストールしておいてもいいのではないでしょうか。気に入ったらぜひぜひ課金もして楽しんでみてください。見てくださった皆さんありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。Thank you for watching. Bye bye.